はい、皆さんこんにちは。ダダサバイバーの、アップデートが、iOS やっと来たので、早速ね、やっていきたいなと思います。はい、皆さんこんにちは。シュンと申します。さあ、来ました。メガチャレンジ解放新機能。まあちょっとね、アップデート内容をね、ちょっとおさらいしようかなと思っております。あんまりね、調べてないんで。最新バージョン 1.7.0 が、現在 Google Play Store で、アップデートしましたと。アップしましたと。1.7.0 の詳細なんですが、ちょっとスクショして、じゃあ横に載せながらちょっと見ていこうかなと思います。じゃあまずチャプター、まず1個目ですね。チャプター60まで新たなチャプター5章と対応するチャレンジチャプターが追加されましたってことですね。これの、前まで55までしかなかったのかな。ですが、今59、60。60までありますね。まあ僕はちょっとまだまだ先っちょなんですけど、まだまだ先っちょの先端部分なんですけども、まあ60まで追加されましたよってことですね。2つ目、チャレンジに新たなチャレンジを追加。挑戦レベルアップ、どのくらい生き残れるでしょうか。専属アバターもありますよ。ってことなので、さっき見てたやつですかね。これかな？メインチャレンジ、メガチャレンジですね。新たなチャレンジを追加と。これですね。メガチャレンジ。シティチャレンジ、農場チャレンジ、工場チャレンジっていうのが、まあ、3つ、今のところ3つあるけど、これはみんな3つしかないのかな？それとも俺が進んでないから3つしかないのかよくわかんないですけど、これ何？ S 軍備の鍵。あ、S 級軍備宝箱のオープンに使用できるんだ。ああ、いいですね。これはいいアイテムですね。これ何？マネージャーアバター。メガチャレンジ、シティチャレンジ、クリアで獲得。アバター？マネージャーのアバターをゲットできるってこと？じゃあ、こいつがマネージャーになれるってこと？こいつがマネージャーになれるんですかね？よくわかんないですけどね。あ、プレイヤーの詳細とか、ちょっと待って、ちゃんと見ていこう。3、衣装システムを追加。一番おしゃれなサバイバーになろう。ということで、サバイバー一緒。あ、これ、あ、これですね。サバイバー一緒、これです。ああ、あるあるある。ああ、なるほど、なるほど。ああ、なるほど。こういうことできるのか。まあ、今んとここれが3つあるよってことですかね。なるほどね。OK です。衣装。衣装って何？衣装って何？衣装って何ですか？衣装とは、衣装とは、衣装とは。ああ、これか。あ、違う。カバンの中身だ。あ、違うわ。衣装がどこかわかりませんけど、多分装備なんかここら辺。なんかあれですよね。見たんですけど、なんかヘッドホンとかなんかそういうのつけれるんですよね。すいません。ちょっとよくわかんないので、ちょっと、先に行きましょう。4、個人情報とアバターシステムを追加。自分だけのニックネームや、ユニークなアバターフレーム、唯一無二なサバイバルになる。あ、それが今のこれか。それが今のこれですね。まあ、ユーザー名もまあ、変えれますよってことですね。プレイヤー395。今回は無料。なるほど。ってことは次回からはなんかお金がかかったり、ジェム使ったりするのかな。OK です。5、カバンシステムを追加。簡単でアイテムを探し出す。冒険をもっとスムーズに。あ、これですね。カバン。消耗品とか、なんかアイテムとかありますけど、消耗品がよくわかんないですね。消耗品っていうのは、鍵消耗品じゃないの？鍵消耗品じゃなかったら何なん？まあ、消耗品は多分これから出てくるでしょう、アイテムとしてね。6、プレイヤーレベル上限が、90まで追加されました。これ前までいくつまであったんだよ。85だったっけ？85から90に上がった。80だったか、85だったか忘れちゃったんですけど、90まで上がったと。じゃあ、このイボルブ、進化の部分が増えましたよってことですね。あー、これだ。百戦錬磨。追加で、経験値獲得増加10%。ベテランは死なない。まあ、ここまで行くのにね、私はまだ、あと、プレイヤーレベルが40だから、あと倍以上やんなきゃいけないってことですね。なら、サッカーカップ、フィエスタイベント、11月20日からスタート。あ、これはまだですね。8、11月23日から11月27日に、サンクスギビングログボーキャンペーンを開催します。サバイバーの皆さんいつもありがとう。あ、これもなんか、ログインボーナスキャンペーンが出るんだね。9、地球防衛隊補給の、ジムガチャ機能が終了。引き続きが、鍵でガチャできる。これはあれですね。これはちょっと見ました。この地球防衛隊長が今までジムで引けてたけど、もう鍵でしか回せませんよってことですね。OK。で、大型補給ステーションが終了しました。これも消えましたね。
で、その他の不具合を修正しました。はい、なるほど。なるほどね。ちょっと皆さんごめんなさい。ごめんなさい。iOS 使ってる人、ごめんなさい。わかんないんですけど、3の衣装システム追加と一番おしゃれなサバイバーになろうっていうの、どこでできるんですかこれ。ちょっとごめんなさい。わかる人、コメント欄で教えてください。すいません。どここれ、どこだこれガチどこだ、マジでわからん。すいません。いや、マジでわからん。どこ、これは単純に iOS の不具合ですか、不具合なのか何かよくわかりませんけども。どっかにあるんだろうけど、多分俺が探しきれてない気がしますね。こんな感じですね。はい。こんな感じのアップデート内容でした。というわけで、皆さんもね、今後のダダサバイバー生活、一緒に楽しみましょう。というわけで、さよなら。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。